テイラー・ロタンダは、アメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州、ブルックスビル出身。ボーダラスのリングネームで WWE に所属。父は、IRS や、マイケル・ウォール・ストリートなどのリングネームで知られる、元 WWF 世界タッグ王者のマイクロ・トンド。兄は WWE にて、ブレイ・ワイアットのリングネームで活動しているウィンダム、ロタンダ。 バリーウィンダムとケンドールウィンダムのおいであり、WWE 電動車のブラックジャックマリガンを祖父に持つ FC。FCW NXT 2008年、WWE とディベロップメント契約を交わし、入団。12月に参加団体である FCW にてデビュー。母方の祖父ブラックジャックマリガンにあやかったタンクマリガンをはじめリングネームをたびたび解明した後、 某ロトンド名義で定着。2009年6月に、兄のデュークロトンドとタッグチーム、ロトンズを結成。7月にジャスティン・エンジェルクリス・ローガンから、FCW フロリダタッグチーム王座を奪取した。2010年、FCW2010 年、デュークが NXT のシーズン2に参加したためタッグを解消、シングルに転向した。2011年2月、 メイソン・ライアンを破り、FCW フロリダヘビー級王座を獲得したが、同日にラッキーキャノンに奪取された。その後キャノンとの交争が続き、5月に FCW フロリダヘビー級王座を奪還。2012年2月、WWE から FCW に降格した兄のハスキー・ハリスとタッグを再結成し、2度目の FCW フロリダタッグチーム王座を退還 2012年6月、新人発掘番組である NXT シーズン6に出場し、リングネームをボーダラスへと改名。8月に FCW が NXT と統合して、新生 NXT に移動。新設された NXT 王座を争うゴールドラッシュトーナメントに出場するが、1回戦の相手であるジンダーマハルに敗れた。 NXT 王座を獲得することはできなかったが、上層部からはナンバーワンコンテンダーと期待され、12月19日の放送ではビッグ・ショーと対戦した。2013年1月26日、PPV であるロイヤル・ランブル2013前日のファン感謝祭にて、NXT 所属のレスラーから一人がロイヤル・ランブルマッチに出場できる権利を得ることが、 できる8人制、ワンデートーナメントに出場。決勝まで進み、レオ・クルーガーを倒して、優勝を飾った。翌27日、ロイヤル・ランブル2013に出場し、ロイヤル・ランブルマッチの16番目に登場。ウェイド・バレットを落とす活躍を見せた。翌28日には RAW に出場し、バレットと対戦。バレットのフィニッシャーである。 ブルハンマーを避けた後、パワースラムを決めて勝利した。2月、NXT に戻り、NXT タッグ王者である、ブリティッシュアンビションのオリバー・グレイが、負傷欠場し、エイドリアン・ネビルとタッグで活動。ワイアットファミリーとの構想でタッグマッチを行う一方、ブレイ・ワイアットとシングルで対決し、勝利した。しかし、グレイの代役として参戦した。 ワイアットファミリーとのタッグ王座戦では敗戦し、王座を奪取されてしまった。5月29日、ビッグ、E ラングストンが保持する、NXT 王座への挑戦権をかけた18人、バトルロイヤルに出場して優勝。そして6月12日にラングストンに挑戦して勝利し、NXT 王座を奪取した。活躍や扱いの割に、ブーイングが非常に多く、 そのことを、サミ・ゼインに指摘されたが、自身は、完成と捉えていると返し、ゼインが、ジャック・スワガーに襲われた際に助けようともせずリングを、降り、その後も、NXT 王座戦に参戦したがるゼインを、跳ねのけ続けていた。しかし、自らが提案した、招待戦にて、招待を隠して、謎のマスクマンに噴していたゼインに倒され王座戦を、行うことが決定した。 10月16日、全員との一気打ちが行われ、激闘の末に最後には、金属がむき出しになった状態のバックルに激突させて、勝利。ベルトを死守した。しばらくは挑戦者を募っては勝利していたが、エイドリアン・ネビルの挑戦を受け、12月4日には、カウントアウト負け。同月18日には、ランバージャックマッチを行い、ランバージャックの一人である。 タイラー・ブリーズの妨害に助けられることで、それぞれ王座防衛を続けた。2014年2月27日、NXT のアライバルにて、NXT 王座挑戦権を再度獲得した、ネビルとラダーマッチを行うがラダーを巧みに操った、ネビルに翻弄されて敗戦し、王座を失った。2014年 WWE2014 年4月7日、 WWE RAW にて、ボーリーブなる合言葉を掲げた、プロモーションビデオを展開。5月23日、スマックダウンにて、w、WWE 最昇格後の試合を行い、シンからラを相手に、ボードッグを決めて勝利し、恒例となる激励を送る。以後、JBL はこのことを、啓発と呼び絶賛し続けている。5月、NXT にて、 再び NXT 王座を手に入れようと奔走。同月22日、敗者は WWE へと NXT へと戻ることができないウィンオはゴーホームマッチにてビッグイート対戦。観客からのブーイングの中破れてしまい、観客相手に暴言を吐き散らして NXT への出入りを禁じられるようになる。六月十二日、白いマスクをかぶったミスター NXT として、 サミ・ゼインと試合をしたが、試合中にマスクを奪われて、正体を暴かれた上で敗戦。ゼインに呼ばれて登場した、警備員たちによって捕まりそうになるも逃走して、会場を去った。WWE では引き続き連勝を重ねるが、7月28日、RAW にて、r ルトゥルース相手に油断して丸め込まれ、昇格5発の負けを喫した。 このことで直後トゥルースに暴行を加え、翌週の試合においても、反則負けするまで暴行を浴びせ続けた。8月12日、ジャック・スワガーに敗れた。この試合が、きっかけとなり、サマースラム2014で、ルセフに敗戦して不調に陥ったスワガーを信者に、しようと躍気になり、試合の邪魔をするなどして、抗争を繰り広げるも最後は敗れた。9月より、 マーク・ヘンリーと構想を展開するも11月に、左足を負傷して、戦線離脱。2015年2月7日、WWE ライブにて復帰。シンからと対戦するが敗戦した。2016年1月4日、RAW にて、ヒース・スレーター VS、ドルフ・ジグラーとの対戦の際に、スレーターのセコンドとして、 カーティス・アクセル、アダム・ローズと共にソーシャル・アウトキャスツなるユニットを結成して登場。終盤に、ジグラーのスーパーキックを浴びて窮地に陥った、スレーターをサポートするためにローズとアクセルで介入し、隙の出来たジグラーに対して、スレーターが丸め込んで勝利。同月13日、ユニットの結成経緯に関して4名全員が元王者であり、 才能を持ち合わせているのに長期間まともな扱いを受けなかったという共通点があったとインタビューで答えた。2018年7月15日、エクストリームルールズ2018にて、WWE ロータッグオーザを保持するデリーターズ・オブ・ワールズにアクセルと組んで挑戦。序盤よりマットを捉えて、集中攻撃を続けるが、マットとタッチしたワイアットより攻められ、 窮地に陥る。終盤に4人でもみ合っていたところに、アクセルとワイアットが、場外に落ち、最後に、マットへ、ローリング・ザ・ダイスを決めて勝利。ベルトをダッシュした。2014年6月、世界女子、アームストロング王者であり、WWE にて、シャラのリングネームで所属した、経験のあるサラバックマンと結婚した。ボードッグ。ありがとうございます。